前回のバイオハザード4、無様だな小娘、助けてくださいレオン様と言え、はいクソガキ、アシュリーフレイム、地獄の豪華に焼かれるがよろし、ダブルエントリーシステム、何回さらわれんねん、知能ないやつにさらわれたら終わり。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、りょうと申します。はい、ってなわけで、バイオハザード4、今回でね、白クリアまでやろうかなと思ってます。前回は、確か、ノビスタドールの巣を壊したみたいな感じだったけど、確かね、俺の記憶が正しければ、まあ、こっから地下に行ってベルデューゴやって、トロッコがあって、そっからサラザールロボでサラザール倒してみたいな感じの流れになるんじゃないでしょうかなと思っております。ってなわけで、とりあえずやっていきましょう。けどさ、バイオ4って結構ボリュームあるよな、このゲーム。で、前回ここら辺で終わったよな。時計塔があってみたいな話したけれど。急にガッサラ。普通にも道繋がったけど、これここ入れんの？開かないと。これあれじゃん。ガラドールの鎧のやつやん。一匹あったっけ？二匹おらんかったっけ？お前近いってバカ野郎お前。これってさ、もしかして難易度ノーマル以上やったら2体出てくんのかな？イージーめっちゃ簡単になりすぎてるよな。なんでさ、この鎧着せてんのに一番大事な部分を覆ってないんだよな。一番大事な部分を覆ってやれよ。あ、終わったわ。弱え。俺が強すぎたか。オルケー、言うて。アシュリー。普通に入るやん。ゴールドロジャー。リオン。ミスター・ケネディ。おい、いかにもなスイッチあるって。ポチッとな。ノー！ノー！これ入力あるやろ。そう。え、成功したな。え、そういうのあるんやったらもっと早く使おうぜ。断末魔聞こうとしてこの音聞けるやつ仕込んでるんよな。Look for this old trick. How dare you! やりやがったな！ぶっ殺してやる！Quickly, we shall prepare for the ritual. なんで儀式カタカナやねん。早く行け。Leon, you're alive. 早く行けロジャー。So maybe you have nine lives.But it doesn't matter now, Mr. Kennedy. 敬語じゃなくなってるな。I've sent my right hand to dispose of you. Your right hand comes off? 右手取れんのかってセリフ欲しかったよな。Die, you worm! お前は死ねえ！おう、おっちゃん。当たり前のようにおるやん。ちょ、コウモリが鬱陶しい。ようやく60万か。やはり遠いな。ちょ、このコウモリ鬱陶しいんですけど。あ、くぼみのある王冠よ。これどの辺でプレデター視点あるんやったっけ。あ、ここや。さあ、来いや。これ何回かムービー刻んでくんな。さては。うわ、ここや。なんか雰囲気怖えな。これぐらいの明るさが一番怖い。来たぞ。ここだけ画質あるやつな。これもう来るんやったっけ？なんかムービーもう一個あるんやったっけ？固定があんまり簡単に倒しそうだが今はやめておっか。今わかんねえよ。液体窒素倒して撃ったら爆発するやつな。バイオ4さ、原作の方が絶対音楽怖いよな。まあ、たまたま四角ボタン押すのかわしないけど、そんな登場の仕方あるお前。はい、エレベーター来ますよと。当然これ3分カップラーメン作れちまうぞお前。なんで今やめとくねん。いつやるねん。今でしょ。シャッターオープン。なんやそのなんか色々時間かかるシステム。ベルデューゴ相変わらずデザインしとるわお前。え、避ける！ウェスカーだったのかお前。で、たまたまボタン押したわけね。これも倒せるっしょ。あ、そういう系これ。倒して撃つんじゃなかったっけ。ダメージ3倍。シャー！こいつの攻撃ってもしかして全部回避できる？こいつ攻撃全部入力でかわせる。もうちょっと遊ぼうやな。行けよ、チェーン。石泥ちゃんよ。お、いねえじゃん、石泥。ただこいつね、石泥じゃない臭いんすよね。いった、それ何回か来んねよ。あ、死んだ！え、弱っ！王冠の、あ、王冠の宝石こいつが落とすんか。でさ、俺実は配信外でバイオ RE4 遊んでて気づいたことがあったんやけど、石泥が、なんかこいつに進化するみたいなテキストあったじゃないですか。だけど多分戦ったベルデューゴは、石泥じゃなくて執事みたいっすね。ラモン様に添い遂げますみたいな、まあメモがあったと思うんですけど、覚えてるかなみんな。あのメモ書いた執事がどうやら、ここで戦ったベルデューゴらしいっすね。
で、どうもイシドロは転嫁に失敗したみたいな。It seems that Salazar is having アメリカの犬一匹に手を焼いてるようだな。これ誰のムービーや。あ、クラウザーか。Salazar had his chance. Krauser, go get the girl. Oh, and dispose of this swine while you're at it. Consider it done. どういう立ち位置やったっけな。顔傷だらけやん。まあ、顔見せのタイミングはじゃあ一緒なんか。エルヒガンテ2頭忘れてるやん。久しぶりに村人やんな。この距離やったらさすがに火力でんか。おい、てめえ急に走んじゃねえよ、バカ野郎。うん、こら、捨てろ。久しぶりに空耳字幕の出番やな。邪教徒ってさ、マタロウと今月号と燃えれぐらいしか、ないよな、空耳。空耳バリエーション言うたら村人っすや。ガッチャンコ。お、来た。うえぇ呼ばれて飛び出て、じゃ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 ん。あ、誰の待てよ。なんでやねん。おっぱいのペラペラソース久しぶりにいただきました。ありがとうございます。これ、イージーでやってるからやりごたえとか面白さが半減してしまってる可能性あんな。けど、2周目難易度変えれねえんだ、このゲーム。2周目難易度変えれねえんやったら、俺ノーマルでやってるけど。最初からやんのもなかなかしんどいからな。ミイラ化した寄生体が、鉱石に付着している。あれか、化石か、琥珀じゃなくて。実はリメイクのダイナマイト使うところをロケランで壊せます。実はね、これ小ネタやけど、あとアシュリーの鉄球やるとこあったやん、終盤の。あそこもロケラン先に壁にぶち込んどけば鉄球一発で破れます。あ、来た、エルヒガンテ。このタイミングやったらいけんちゃう。さあ、エルヒガンテのペラペラソースの出来上がりやで。でもセクシーラッシュやらんとけ。これでやった方が絶対いいよな。ナイフでやるよりも、高火力の武器で弱点やった方が、結局強いっていう。こいつら頑張ったら2体同時に落ちたんかな。これ試したいね、一回。誰か検証やってると思うけどな。ここに、すかさず、叩き込んでいくと。死ぬやろ、もう。あ、これな。そうそうそう、これ歩きしてんな。ペッペガーチュー。もうマジデビルメイくらいやねん、それは。一回作動させたらもうおしまいの仕掛けやめえや。熱で溶けるっていうな。エイジャの積石か、掘った仕掛けやの。あ、これ押してくるやつやー。うわ、忘れてた、これ。一気にいけんのか。無理やんね。唇がセクシーやったな、今。王冠の文書来たー。サラザール家の王冠。さあ、サラザールの王冠がいくらで売れるか見てみようやないかい。使っちゃった、まあいいや。Welcome. 48,000。安いね。まあ言ってる間に70万やの。70万ってことはえれ。ちょっと待てよ。武器売れん？武器の総額が30万超えるか、これ。超えるな。これ、ここで無限ロケラに買えんのありじゃない。そう、武器どの道売らんかったら入れへんもんな。武器全部売って無限ロケランに買い替えようぜ。あ、でもそうだったらアッシュリー死ぬから、ハンドガンだけ置いとかなあかんな。さすがにライフルとハンドガンだけ置いときたいな。無限ロケットランチャーくんを買いますよと。ストレンジャー、ストレンジャー。ストレンジ、ストレンジ。That's a weapon. 反則だ、反則、その武器は。ここで公式チート導入します。さすがにボスとかだけ、無限ロケラン使わずやるか、サラザールとか。挽回、弱蓬莱光弁。暗殺と呼ぶには、あまりにも派手だ。見たが、これが最強兵器の力。地獄の豪華に焼かれるがよろし。貴様らの髪の毛一本この世には残さんぞ。うえー、いる。適当に撃っとけば死ぬ。こうやって使うもんやからな。おい、実は正直言うとね、バイオハザード4好きではあるんやけど、ここまで評価高い理由はちょっとわからないって感じなんすね。実を言うとね、そこまでめっちゃ好きなゲームかってそうでもない。まあ、俺の親友がいるんやけど、そいつと仲良くなったきっかけがバイオ4やから、めっちゃ思い出深いねんけど、めちゃくちゃ好きなゲームかっていうとそんなことはないんな、実を言うとね。どっちかっていうと5のが好きかな。で、リメイクは、余裕でおもろかったわ。シリーズ最高傑作って感じ。あ、そうか、トロッコ3連結なんや。発射！え？なんで動かないの？自分で撃つんか？アホや。タイミング間違えてるよ。あ、食らうはしっかり自分で当たり前か。
おっぱいのペラペラパーン。その心意気はよし。うえ、ちょっと早くない、おばちゃん。大丈夫、こういう兵所でのバトルはやっぱり一番強いナイフだからな。接近戦ではロケラよりナイフの方が早い、よく覚えておけ。セクシーカッター、セクシーカッター。じゃ即死攻撃持ってないから、なんでやねんお前。でもめんどくさい、怒らせたな俺を。俺を怒らせたな、俺を怒らせたなお前。ああ、怒らせたらあかん人怒らせちゃった。あかん、自分の攻撃でめちゃくちゃ食らってる。結局自分のロケランが一番の脅威やからな。あ、ダメだ、乗ってから言うな。あ、はいはいはい、狙い。突然ユニバー、大丈夫これ。あ、これか、ジャンプ。そんな飛ばんやろ。死んでもこのロケランは離さんぞ。逃げだ、逃げ。ブラックマジシャンを生贄にブルーアイズホワイトドラゴンを召喚。自分のロケランのせいで回復なくなりそうやわ。汚なサラザールロボ、ずいぶんデカなったな。こんなん作ってるからお金なくなったんちゃうの、教団。ウィーンガシャン。ハンドガンと弾など今更おしまんぞ、バカめ。ほら、弾に弾くれてやる、このパチンコ玉どもが。伝説のイベントが来るぞ。来たー、サラザールロボ発進。おもろすぎやろこれ。あー、避けないといけない。で、次こっちね。なるほど。で、両方で避けないといけないと。ちょ。えぐ。突然ここ、そういうのやめて。突然自分でやらすのやめて。サラザールロボ、発進！おら！ジャンプ！お疲れ。ふん、金かけたサラザールロボも無駄になっちまったようだな。マジ、無駄に金かけるからこうなんねん。あれ、絶対発進の時のこと考えてなかったやろ。So nice you could join us, Mr. Scott Kennedy. You again.まだお前や。The sacred rite that's about to begin at this tower shall endow the girl with magnificent power. She will join us, become one of us. この塔偉大なんすか？ It's terrorism. Isn't it a popular word these days? Not to worry. さあな、このゲーム出た時流行ってたっていうか、911からそんなに年月流れてなかったもんな。痛そう。あ、危ない。ちょ、俺完全にコントローラーから手離してんねんて。ここはリメイクと原作一緒っすね。アディエスタ。いや、なんかタルになってんな。トゲ鉄球やったもんな。俺が使わせてもらおうか。どんどん行こう。どんどん。さすがにそんな連チャンでは出んか。貴様らごときが俺の波動を阻んでいいと思うなよ。ザゴどもが、地獄のお豪華に焼かれるがよろしいですわ。あ、もう着いたわ。今、めっちゃ小声でモーリーネズミ聞こえたな。さ、サラザール、待たせたな。気持ち悪い。手の傷大丈夫？She left with my men to an island. What? What? クラウザーか。I think it's time I paid my due respects towards your impressive and stubborn will, Mr. Kennedy. Welcome. やめなさい、ラモン君。人に戻れなくなる。話しちゃうんすけど、え、俺もっすか。ベリリューゴやった部分や。完全に壁と一体化してるよね、原作の方は。ベリリューゴの面影一はあるよ。ただただ気持ち悪い。くっさ。モンスターズ。Guess after this there'll be one less to worry about。そうそう、飽きたか付き合うか。さすがに無限ロケランはちょっと思んないよな。ならば私も最大限の敬意を持ってお相手してあげましょう。これ目しかあかんのか。これなんか即死攻撃やってくるのは一緒だから、頑張ってかわさなあかんな。やめろ！やばい、来るぞ。これはダッシュで避けなあかんねんな。入力ないから。当たんねえ、お前。エイム力ないときついのは原作からやな。で、これで中身が出てきますよと。
よし、もう言えろ。挽回。弱砲雷光弁、暗殺と呼ぶには、あまりにも派手だ。苦戦してるには、飽き飽きだぜ。サドラー様ー言うて。くっさ。もう本体出すまでやったらもういいやろ、みたいな。飽きちゃった。もうペラペラソース音が気持ち悪い。ペラペラソースのせせらぎ。無限ロケランがあろうとも一応拾っていくっていうね。ショットガンの弾とかってさ、現実やったらどういうパッケージで売ってるんやろな。実際にこんな、なんかお菓子のパッケージみたいな感じで売ってんのかな。リメイク版のサラザールマジで強かったよな。原作の方はほんまに、なんかイベント戦で、えったお前出やがったな。獅子はウサギ一匹仕留めるのにも全力を尽くすと言うだろう。最高にセクシーなエージェントは鎖蛇一匹仕留めるためにもロケランを使うのだよ。はい、というわけでね。今回はこんなところにさせていただきましょう。これで白編が終わって次回いよいよ、古刀編っすね。古刀編はね、白編より短かったはずなんで、まあさすがにね、2本ぐらいの前編後編ぐらいで終わるんやないかなと思っております。まあ無限ロケランもあるしね。5本以内の動画で全部まとめきれるかなと思ったら、まあ白編が意外とボリュームあって、かつリメイクと結構違うかったんで、まあしっかりとちょっと尺を咲かせていただいた感じだったんですね。はい、てなわけで、今回こんなとこで。今回最後までご覧いただいた皆さんどうもありがとうございました。てなわけで、See you next time! バイバイ、次回また遊びに来てな。ほな。